片付いた。体育委員も楽じゃないね。あさっての合同体育の準備は絶対男子の委員にやらせようね。私よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんにあんな重いものを運ばせるなんて。ナオミってさ、綺麗な形してるよね。え？何が？お尻の形。あんたの方が小さくて可愛いじゃん。私のはアヒルみたいでダメだよ。何言ってるの。ナオミのは安産型って言って、将来楽にたくさん子供産めるかもって形なんだよ。それちょっと嬉しい。ナオミってほんとほぼさん気質だよね。子供大好きだもんね。うん、将来子供4人は欲しいかな。将来ある人はいいね。見てるから。てか俺見てくるわ。先生待ってて。ダメよ、他が安全って分かるまで君たちはここにいなさい。じゃあ頼むよ。
気をつけて。大丈夫だって、ほら。お願いね、すぐ戻るから。ああ、怖い。足がガクガク震えてる。何が起こっているのか。頭が混乱して思考がまとまらない。心臓を氷漬けにされているような痛苦しさで、めまいと吐き気が止まらない。だけど大事なあの子たちに何かあったらと思うと、お腹の底から力が湧いてくる。強い大人を演じることができる。教師ってすごい。やあ先生、一人でどうしたの？教室で三人で震えてるのはやめたのかい？生徒の悲鳴が聞こえたから様子を見に行くんです。そう、でもこの旧校舎はいくつもの次元が重なって存在する多重閉鎖空間だ。同じ校舎にいたとしても存在する次元が違えば、その者同士が出会うことはない。もっとも死んで死体や霊魂にでもなれば、あるいは奴らのように次元間を行き来できる手段があるのかもしれないが、だからその生徒が悲鳴を上げた場所に行ったって会えなければあんたにできることなんて何もないよ。声が聞こえたもの。確かにあんたの生徒らしき子たちもさっきこの学校に連れてこられたようだけど、ここでは時間も次元もバラバラだってさっき教えたろ。悲鳴が聞こえたって、それは今発せられた声なのか、別の次元で何時間も前に上がった悲鳴なのか、あるいは数時間先の悲鳴なのかもわからないんだ。うん。
影響し合ってはいるが、必ずしも並列に動いてはいないんだよ。この多重次元は。だからって、じっとしてなんていられません。どいて。一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。なんて連中は騙されないぞ。騙される？生徒間の虐待を知っても面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら問題児として処理した生徒は簡単に退学にして切り捨てる。生徒のためになんて考える奇特なやつは一人もいやしない。あんたの生徒たちだってそのうち餓死するか悲観して自殺するか。僕のようにここで死んだ霊魂になぶり殺されるしか道はないんだ。死ぬ時だってあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。遺言を。あんたの生徒たちを殺すときに伝えてあげるから。まだ心配したふり。嘘つき、知ってるか。ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。刺されて死ぬ、想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずっと続くんだぞ。自分を助けてと言えよ。正直に。正直なら助けてやるよ。あの子たちはひどい目に遭わせないで。
強情だな大人は。そのまま潰れて死んだら引き返るみたいな格好だね。みんな生き延びて